はい、ということで皆さんこんにちは、さおかしゅうでございます。さあ本日はですね、3月の20日でございますね、土曜日なんでございますけれども、まあ今日もですね、とあるスニーカーが発売されるということなんでございますけれども、この一足はね、そんなにバチボコ人気があるというようなモデルでもないというかですね、おそらくスルーする人が多いんじゃないかと思う一足なんですが、僕はですね、まあカラーはもちろん前から欲しいなと思ってたんですが、プラスしてですね、この一足を買ってね、ぜひやってみたいことがある。別にカスタムとかそういう話じゃないんですけど、ぜひともこれは再現したいというふうにですね、思ってることがありまして、今ですねアトモス横浜店の方に今向かってる次第でございます。普段のねカラーとかだったら僕もあんまり買わないかなというような一足なんでございますけれども、そのカラーにね込められた意味合いというところがものすごく僕の心をですねくすぐりまして、もうこれは買うしかないなということでですね、実際に店舗でね実物見て買いたいなというのもあり、今アトモス横浜店の方に向かっております。まあおそらく並びとかできてないと思うんですけど、一応念のためねちょっとだけ早めに出てですね、様子を見ながら店舗行こうかなということでですね、今日もね張り切って横浜から Vlog スタートしたいなというふうに思っております。では本日はですね、とあるスニーカーをですねアトモス横浜店に買いに行くところから Vlog スタートしたいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。 Here we go。ということでですね、現場付近に着きまして、今んとこ周囲で並んでる人ってのは多分いないと思うんですけど、ちょっとねアトモスさんの案内みたいね、全店じゃない、分展開店舗が書いてなくて一部店舗を除くアトモス各店って書いてあって、もしかしたら横浜店ないとかになったらまたちょっと移動して考えなきゃいけないなっていうところがあるんですけれど、まあ、とりあえずねアトモス横浜店見て見て考えようかなという次第なんで、ちょっとね、待ちながらいろいろ情報もね見たいというふうに思います。会ってくれよ。私あるんでしょうか。ありましたね、ジョージタウン大学かなの AJ3 でございますよ。もうこれがめちゃくちゃ美しかったんですよね。美しいな。この間見たあのワインデッドの金デュベルのボタンもなくなってますね。あれかっこいいから買っとくべきかな。ひときわかっこいいわこのネイビージョージタン。このブレザーもかっこいいよな。この一番上のね、いらないんじゃないかなっていうこのギミックが欲しくなるっていうね、ちょっと無駄こそ至宝でございます。このレイガンズもね、触ると色が変わる。これも面白いよな。スパンコールになってるんじゃね。あとやっぱこれかっこいいよな。レボ。エアマックスレに買うか。このズームタイプもなんだかんだ言って買ってないもんね。これかっこいいよな。カズ、ビジョンレイさんは普通に置くようになりましたね。買えなかったの初代ぐらいかな。それ5740ですね。アトモスディスクももうすぐ出るって噂ですね。この574安いけどすげえかっこいいな。1900円だ。この200に確かアトモスカラーディスクかな。別っていうか1000倍アトモスエクスプレースでやってて、かなりスポーティーですね。209でこんなんできたんだ。さあということで今アトモス横浜店の方に行ってきたわけなんでございますけれども、なんという
ことで、久しぶりじゃないですか、この現場で買いましたみたいなね、絵が撮れるのも久々でございますが、何のね問題もなく、取り扱いもねしっかりありまして、無事ですね毎歳買うことができました。これでやりたいことについてはもう全然大したことじゃないんですけれども、まあお家着き次第ちょっとまたお届けしようかなというふうに思っているんですが、とりあえずねまだ、10時過ぎという感じなので、まあちょっとお店寄ろうかなとも思っているんですが、まずはちょっと目覚めの一杯ということでコーヒー飲んでいきましょうか。いつもねスタバなんで今日ちょっと違うとこ行こうと思います。見てください、横浜駅こんなになったんですよ。ついに神奈川県のサグラダファミリアがほぼ完成ということで、新しいねこのニューマンという建物ができたんですが、そこにあるねコーヒー屋さんもう見えてるんですけど行ってみましょう。はい、こちらブルーボトルコーヒーでございます。ニューヨークにも店舗ありますけど、今日コーヒー買ってみましょう。さあ、ということで今ブルーボトルねこちら買ってきたわけなんでございますけれども、結構フルーティーですね。でね、ちょっとね珍しいなと思ったんですけどね、ブルーボトルなんて羊羹があるんですよ。これもねなんか京都のお菓子屋さんとのコラボらしいんですけど、コーヒー屋で羊羹って珍しいなと思ったんですよ。出ました、がっつり羊羹ですね。なんかね中にねドライフルーツとかが入っててコーヒーにも合うようになってる羊羹ということらしいです。ちょっと行ってみますか。うん、アプリコット入ってるって言ってたから、ちょっと梅っぽい味がする。すごい日本っぽいけど、でもコーヒーに合いますね。スニーカーが買えた日の朝のコーヒーはうめえわな。さあ、ということで美味しいですねコーヒーも飲んだ後なんでございますが、まあ、このね駐車場の看板見たら分かると思いますけど、まあ、いつものコースございますが、はい、こちらラファエット横浜ね来たわけなんですけど、ちょっとね気になるものが入荷してて、僕のね大好きなブランドの新作が入ってるっぽいので、ちょっと久々にちょっと細かく見ていこうかなというふうに思います。はい、こんな感じでございますが、僕の目当てはこいつですね。久しぶりですが、アカプルコゴールドの新作が入ってるんですが、これもかっこいいんだよね。こっちのクマちゃんもかわいいんだよな。このね、飲んだくれのクマちゃんかわいいよね。あとこのカーハートのジャケットめっちゃかっこいいよな。パンツもありますね、ペイントとか。このセットアップかっこいいですね。こんな感じですね。これかっこいいな。僕これ今 L 着てますけど、サイズ感もちょうどいいし、いやこれ春にはぴったりだな。これいいな、かっこいいなこれ。このリジットのデニムもかっこいいですね。ここら辺のカーハートのペインターパンツもいいですね。まあこの間ねカーハートのベスト買ったっすけど、この緑のペインターパンツもいいな。あとはカブストのキャップとかも入ってますね。あのねビールのメーカーですけど、このアイテムが結構、このバケハとかこのコーチジャケットとかも入ってますね。濃いな。クルーもありますね。バチバチっすね。ちょー今日はですね、実はこれです。これかっこいいっすよね。かっこいいっす、かっこいいっす。なんか実物で画像では見せたんですけど、そうそうそう、実物の方が全然いい色っすよね。そう、一応なんかジョージタウン大学のカラーってことになってる、はいはいはい、クラスカラーってなってるんですけど、はい、まあネイビーイコールヤンキースカラーでもあるんで。しかも変えたんすよね、はい、でも誰も悩んだ。え、マジですか。まあ今回もカラーに完全やられたんで。渋っ。これ渋いっすよね。並んでないんすね。これ全然、うん、そう、俺もいるかなと思ったんだけど、久々に見たっすね。スリーなかなか見ないですよね。見ないですよね。そうそうそう。いい色。何回見てもいい色だよな。これが早間さんフレアパンツとかって、あー、めっちゃかっこいいっすよね。あとはね、まあもう僕これ今日も着てますけど、ニューヨーク衛生局とのコラボのこのコーチジャケットめっちゃかっこいいっすよマジで。これ一番おすすめっすね、ラファエットで。あとはこのデニムだよな。もう俺ほんとかっこいいよな。下地がバンダナで、こうダメージで下のバンダナが見えるっていう。これお尻のポケット下ですけど、表こんな感じになってます。当たりもめっちゃ出て、このちょっとリメイク感がやっぱかっこいいっすよね。ところどころねバンダナとか貼り付けてあって、形はねスタンダードなんですけど、かっこいいよな。
はい、今日も元気なお二人でございます。ちょっと花粉症できついっすよね、今年花粉恥ずかしい。夏になるとやっぱアカプルコ、そのそうっすよね、ちょっと好きっすもんね。そう、あのセクシー系も結構好きでよく買うんですけど、これからまたいろいろシュウさん好きなやつ入ってくると思うんで、よろしくお願いします。いろいろチェックさせていただきます。で、かおちゃんもありがとうございました。ありがとうございます。また来ますんで。はい、待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ラファエテ横浜では、気になるものをですねゲットしました。それもねまたお家で紹介しようかなと思うんですけれども、まあ、恒例の飯テロという感じなんでございますけれども、またしてもこちらに来てしまいました。こちらですね、横浜にある遊びるというところで、前ねヘチカンというラーメン屋さん来た時にですねご紹介したところなんでございますけれども、今日は実はねこの中にですねぜひとも行ってみたい焼きそばのお店がありますので、今日はねそこでご飯食べようかなと思うんですが、ちょっと行ってみましょうか。こんな感じでね、はい、遊びる横丁ということで入ってみましょう。ほんと横丁っぽくて、いろんなね飲み屋さんとかがあるんですけど、ここも美味しそうだね。だしのマルキン商店、濃厚エビラーメンも美味しそうですね。これだし巻き卵のクリーム、うまそうだね。これちょっと本当開拓しがいがあるよなここは。ということで今日の大本命はこちらですね。野毛では大変有名でございますけれども、焼きそばセンターマルキというお店でございます。野毛がね本店なんですが、遊びる横丁にあるということで、今日は焼きそば食っていきたいと思います。今日はね、はい、スペシャルをまず食べてみようかなと思いますね。目玉焼き、豚バラ、貝割れ刻み、楽しみですね。貝割れ、豚バラ、そして目玉焼き、下には極太の麺が控えております。いただきましょう。さあ、ということでお家帰ってきたんですけれども、焼きそばあまりきまかったっすね。横浜のね野毛に本店があるお店なんでございますけれども、遊びの中にもね入ってますんで、横浜来た際はぜひ遊びに行ってみてください。さあ、そして本日ゲットしたのが、はいどうも、ということでこちらのですね、エアジョーダン3のジョージタウン大学からと呼ばれてる一足なんですが、これで僕がやりたかったことは、はいどうも、ということでこれです。はっけれども、これにはですねちょっと実は深いわけがございまして、振り返ること1982年ですね、あのマイケル・ジョーダンがですね1年生にして出場した NCAA の決勝がこのノースカロライナ VS ジョージタウン大学ということで、 UNC はね1年生にマイケル・ジョーダンいましたけれども、ジョージタウン大学の1年はパトリック・ユーイングというですね怪物1年生が、どちらも所属して、マイケルでいうとあの初のザ・ショットが生まれたあの伝説の試合をこの AJ3 で再現できるということに気づいてしまいまして、もうこれはもう絶対揃えとかなきゃいけないなということでですね、今回買ったんでございますよ。もうマイケル・ジョーダンのね伝説の始まりの試合と言ってもいいですよ。本当に歴史に残る一試合ということで、まあ、スニーカー好きの方もねご存知な方多いと思いますけれども、そのね1982年のあの戦いをこの AJ3 で揃えられるというところがですね、私非常に興奮いたしまして、今回はもうこれ買うぞと決めたわけなんでございますよ。これがやりたかった、まあ、この色はねあのニューヨークカラーということもあってですね欲しいなというふうにマークはしてたんですけれども、よく考
えてみたらおやおやと、僕は HSB で UNC 持ってるし、振り返ってみればこれジョージタウン大学ってことはみたいな感じになって、あ、もうこれも絶対行こうということで今回は買わせていただいたという次第なんでございますよ。完全なる自己満ですけれども、個人的には胸熱な展開でございましたので、今回はこちらでジョージタウン大学の HSB を手に入れることができました。こちらね、また別途レビューねしようと思いますので、その時またコードとかもね、ちょっと UNC に絡めてコードなんか組んでいったら面白いんじゃないかなというような次第でございますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。さあ、そしてですね、ラファエット横浜店でもですね、アイフォン買ったんですけれども、それがこちら、どうも、ということでこちらのアカプルコゴールドの T シャツですね。やっぱ夏になるとね、僕このメーカー大好きで、前からね、あの YouTube でも紹介しているブランドさんなんでございますけれども、今回は飲んだくれのこのクマちゃんの T シャツをですね手に入れまして、まあこれからね T シャツシーズンに突入するということでですね、このアカプルコゴールドのですね T シャツ、非常に楽しみにしているアイテムの一つでございますので、今後のね展開も楽しみにしながら、夏迎えていきたいなというふうに思っております。さあ、ということでですね、今日はちょっと特別な思いがですね入った HSB ということでですね、無事購入できて嬉しいなという感じなんですが、こういったつながりをですね、自己満でもいいから見つけるっていうのも一つね、スニーカーとしては楽しいところなのかなというふうに思いますので、またなんかねこういうことがあったら、そういう関連付けをしながらですねスニーカーも買っていきたいなというふうに思いますので、またその時はぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひぜひ高評価、グッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。よろしくムービー、じゃねー。Yeah, baby, all this time I'm looking at my telephone, 'cause I'm thinking of your hand and the way you lift and dance on me, on me.